遠隔会議は、それぞれ遠隔地にいる人々が何らかの電気、通信システムで相互に接続して、情報を共有し、意見を交換すること。テレコンファレンス、またはテレカンファレンスとも。これを、講義やトレーニングに利用する場合は、遠隔セミナー、または、ウェビナーと呼ぶ。アメリカのキャンプデイビッド屋内での遠隔会議の、様子音声のみの遠隔会議は、電話会議と呼ばれる。 遠隔会議は電話会議の他に、ビデオ会議もあるし、データサービスを一つの手段として使う場合もある。利用される手段としては、電話機、コンピュータ、電報、テレタイプ端末、無線、テレビなどがある。インターネットでの遠隔会議には、電話会議、ビデオ会議、ウェブ会議、拡張現実会議などがある。インターネットやワ上での遠隔会議には、VOIP を利用する。 個人利用でよく使われるのはスカイプ、Google ググトーク、Windows Live Messenger、Yahoo Messenger などである。拡張現実会議の実例としては AR、フィドラボがミラノで開催されたサローネディモバイルでデモンストレーションしたものがある。別の例としてテレポートもある。主なベンダーを一家にあげる。ありがとうございます。